イエローバルーンはソングライターで音楽プロデューサーのゲイリー・ゼクリーが1967年にロサンゼルスで結成したアメリカ合衆国のサンシャイン・ポップ・バンド。ゼクリーは自作曲イエロー・バルーンをめぐる経緯から自らこの曲を録音してシングルを出すことになったがその際に架空のバンド名義としてイエロー・バルーンを用いた。この曲がヒットしたので ゼクリーは急遽メンバーを揃え、後付けでグループを作り上げた。その中には、ルーク・アール・ユーという名義で参加していたドン・グレーディも、いたが、彼はそれまでに、テレビ番組、ミッキー・マウス・クラブに登場するマウス・ケティアーズや、マイスリー・サンズですでにその名を知られていた。他のメンバーは、オレゴン州やアリゾナ州の出身者たちであった。リードシンガーは、アレックス・バルデスで、他には、フロスティ・グリーン。 ドン・ブラウクとポール・カネラだった。また、後に妻とキャプテンテニールを結成したダリル・ドラゴンも一時期このバンドのメンバーに加わっていた。イエロー・バルーンがリリースしたアルバムはセルフタイトルのデビューアルバムイエロー・バルーンだけであった。シングルは3枚出たが、そのうちイエロー・バルーンは ビルボード100のチャートで25位まで上昇するヒットとなり、同じく彼らのデビューアルバムからの楽曲であったグッドフィーリンタイムも各地でローカルチャートの上位に入るヒットとなった。ありがとうございます。